日本は台風、神風の国であることを忘れるな。西村慎吾の時事通信ナン、no. バー1033平成26年11月5日号日本は台風、神風の国であることを忘れるな。本日早朝南海本線浜寺公園駅前で朝立ちした次はその時に交わした仲間との対話今までこんなことなかったのにおばちゃんが。 怒り始めましたね。何に怒ってるんや。サンゴデンガナ。中国が今度はサンゴ取りに来た言うて、仕事で会ったおばちゃんが偉い怒ってますねん。尖閣の時は、こんなことなかったと思うけど、中国に綺麗なサンゴが取られてると思ったら、おばちゃん、悔しいて、悔しいて、西村慎吾も生ぬるい、手げうて怒ってますせ。らいこっちゃなあ。そのおばちゃん、なんで俺にまで怒るんや、 俺にどうせ得て言うねん。産後盗みに来た、中国の船。はよ。みんな。沈めんかえ。中手おばちゃん怒ってんですわ。沈めに、ようか変西村慎吾は生ぬるい。自分んで、すわ。心配いらん。明日あたり。台風。どんぴしゃり来る。それで何席か沈むやろ。8時15分に、朝立ち、を終えて。事務所の近くの喫茶店、ユーカリ、にモーニングサービスを食べに入った。おばちゃん。 おはよう。ご無沙汰してたけど、元気あら、先生。元気やった。長い間、顔見えへんかったけど、元気や。今朝、駅前で朝立ちした。朝立ち、とは朝の通勤者向けに駅などで行う街頭挨拶。と、いうわけで、今朝は二人のおばちゃんが怒ってた。そこで本題に入る。いよいよ我が国も、おばちゃんが怒り始めたのである。 この西村慎吾が生ぬるいと言われ始めたのだ。これは何を意味するか。それは我が国が腹の底から断固として中国の無法やりたい放題を叩きくじく限界点が近づいたという恋とである。それゆえこれにこうして海に台風が近づきつつあるのだ。この季節外れの11月の台風がドンピシャリと イナゴのように200隻以上の中国の産後密漁船群れる小笠原海域と伊豆諸島海域を目指して北上してきている。我が日本は、四方を海で囲まれた天変地異の国であり、地震、噴火、台風、津波と何でもある。したがって、古来、我が国にあだなす国々ややからは、海で台風に狙われ、海の木図となる。つまり、鎌倉武士なら言うだろう。この度の台風は、神風である。 この度も、台風を天の廃材として見守ろう。従って、明日明後日のことに関して、海上保安庁の巡視船の諸君に対して、敬意を持て次の通り申したい。連日連夜、多くの稲子のような中国密漁船相手にご苦労様です。明日明後日のことであるが、台風下の大荒れの広大な海の中では、200隻以上を救助対象にするのは不可能である。従って、 無理をせずに稲子から離れていた方が良い。なぜなら、相手は恩を穴で返す性癖を持つ中国の船だから、仮に、命の危険をものともせずに、一隻を救助したとしよう。その時、中国外務省のあの憎たらしい報道官は、一隻の救助を感謝せず、日本政府は、霊災で無力な助けを求めていた中国の多くの漁民を見殺しにした、と世界に向かって発信するからだ。共産党独裁国家で、 国防費に相当する巨額の予算を使って国民を監視している中京から中京の意向に基づかずに200隻以上の密漁船が西太平洋に出てくるはずがない。よってこの度の漁船軍は中京政府の意向に沿って我が国の西太平洋の排他的経済水域に出会ってきている。したがって我が国政府は警視庁小笠原署に警察官28人を増員したなどというチビチビしたことをせずにこの事態を絶好のきっかけと捉えて 東シナ海の尖閣諸島海域から西太平洋の小笠原、伊豆諸島海域において、陸海空統合の自衛隊特別大演習を挙行したらどうか。私は、尖閣防衛に取り組む際に、いつも相手の意図はどこかと考えてきた。中国の公船の,の尖閣領海審判や、中国の漁船の小笠原、伊豆諸島海域での密漁は、個別的事象ではなく、総合的に見なければならない。中国は、 尖閣という小島や小笠原の産後を取りに来ているのではなく、大陸から尖閣海域を経て、西太平洋に至る、線と面。つまり、東シナ海と西太平洋という、海域、を奪いに来ている。そして、我が国の南北に細長い国土は、西太平洋にお腹をさらした形で横たわっている。我が国は、西太平洋を奪われれば、まな板に乗った洋羹をいくつかに切り分けるように、いずこからでも南北に分断できる。中国は、 これを狙っているのだ。こう見れば、中国が、新潟と名古屋に、広大な敷地を持つ領事館を欲し、仙台市に新しく、中華街を建設しようとした意図がわかるであろう。以上の通り、この度の中国漁船の小笠原沖の出現とそれを目指す台風の北進は、我が国の危機を知らせる天の廃材と見なければならない。よって、この西太平洋上の中国漁船の出現は、 我が国の真の防衛体制確立のための東シナ海と西太平洋におけるアメリカ海空軍を招いた自衛隊の統合特別大演習を挙行する絶好機である。